元 AKB48、高城亜紀、&J1 サガン鳥栖、ディフェンダー高橋隆二が結婚発表。明るく穏やかな家庭を。元 AKB48 で女優の高城亜紀、27、と、サッカー J1、サガン鳥栖のディフェンダー高橋隆二選手、25、が、大安の、15日に、結婚した。同日、双方の SNS で発表した。高城の所属事務所によると、結婚後も家庭を優先しながら芸能活動を行っていく予定で、挙式、披露宴などについては、現在未定としている。高城はツーショット写真を添え、私事で大変恐縮では、ございますが本日、サガン鳥栖の高橋隆二さんと入籍いたしました。と報告。これからの人生を夫婦で支え合い、明るく穏やかな家庭を築いていけたらと思っております。まだまだ未熟ですが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。と、メッセージ。高橋選手も、いつも温かい応援ありがとうございます。私事で大変恐縮では、ございますが本日、高城亜紀さんと入籍いたしましたことを報告させていただきます。と伝え、これからの人生を夫婦で支え合い、明るく穏やかな家庭を築いていけたらと思っております。まだまだ未熟ですが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。と、呼びかけた。高城は、2008年に AKB48 に加入。11年の、AKB48 選抜総選挙で、第12位にランクインし、16年に卒業。その後、女優を中心に活動している。一方、高橋選手は、元、キャンキャン、専属モデルで女優、高橋メアリー・ジュン、31、と、モデル高橋優、28、を姉に持つ、イケメン、Jリーガー。二人は昨年、11月に、交際が報じられており、今年、1月初旬に、高城は、自身が出演する映画、アニメ女子、外伝、愛の翼、カーレッジの初日舞台挨拶に登壇。仕事と、結婚の選択に悩むアラサー女子を熱演し、私も、27歳、この年齢は悩みどころが多い。演じた役のように両方を手に入れる強い女性になりたい。と、コメント。司会から、アキちゃんはどうでしょう?と、振られると、どうでしょうね。と、笑顔を浮かべたものの、言及は避けていた。